今日は大きな発表があります。なんとバイク女子に今日は大きな発表があります。バイク女子になろうと思ってまずヘルメットを買ってきました。ヘルメットを開けるために相棒のマックス君が見回ってくれています。店の中で1時間以上かけていろんなヘルメットをかぶって、さてマキシーはどんなヘルメットを選んだんでしょう。うわー、ドキドキですね。マックス君も気になって見てますね。うわー、バイク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 、運命の瞬間です。髪の毛を整えてヘルメット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 、うわー、パチ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 、これはすごいぞ、これはすごいぞ、これは開けてみないと何でしょう、開けてみないと何でしょう、これはこれはこれは、うわーすごい、マックス君も気になってるよね。うわー、私が買ってきたヘルメットです。すごいすごい、パチ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 。まずこのね、あのフィルムをね取っていきます。わーすごーい、おー、さてかぶってきます。うわー、かぶってます。もしヘルメットがお似合いと思ったらいいねボタンを押してください。マックスどう、マックスどう、かっこいい、まあ、かっこいいっていうか可愛いと思ったらいいねボタンを押してください。ちょっと他にも買い物しました。何を買ってきたのかな。バイクがね、あの危ないので、あの安全ウェアをあのショッピングしまして、何を買ってきたのかな。さて見ていきましょう、見ていきましょう。うわー、うわー、これはズボンです。ズボンなので、せっかくのチャンスがあってズボンに着替えていきたいと思います。着替えていきたいと思います。いや、このズボンの中ですね、あの膝のところとお尻のところにプロテクターが入ってるので、かっこいいだけじゃなくて、安全で、あのバイクが乗れるようになる、そういうね、あの素敵な素敵な安全ウェアですね。安全ウェア、イエーイ、安全ウェアだ、バイクバイク。さて、うわ、プロテクター、安全なジャケットも買いました。で、あの女性の場合だと、あの胸のあのパーツ、胸も盛るパーツもの買ってきたので、なんと胸が大きくなる、胸が大きくなる、まあもう丸れるっていうことなんだけど、あのもしよかったらあの見てきて、胸が少し大きくなってます。嬉しい、これは嬉しい。あと、もちろんあの胸だけじゃなくて、あの後ろとか、あのこうあちこちいろんなのこうね、あの安全にプロテクターが入ってるので、バイクもし乗ったらこれは安全だ、いいねと思ったらいいねボタンを押してきてください。よかったらマキシーバイク頑張ってねってコメントも書いていただけると嬉しいです。